ありがとう。みんなお疲れ様。さっきさ、外出たんだけど、めちゃめちゃに暑くない？びっくりしちゃった私。めちゃめちゃに暑いね。みんな水分しっかりとって。あ、待って。ごめん。ポストしますとか言っておきながらもう忘れてた。3秒、10秒前ぐらいに言ったこと忘れてた。ポストポスト。あれ？あ、え、これってさ、浴衣じゃなくて、この絵文字って浴衣じゃなくて着物なんだって。今知った。浴衣ってさ、入れても出てこんかった。浴衣、着物。ヘイヘイヘイ、こんばんは。ヘイシリ。今日は皆さんに夏を感じていただく日です。そのまんま、そのまんまよ。ありがとう、みんな星投げ。カウントもありがとね。見えてるよ、ありがとう。あ、普通に常に感じてる夏を。じゃあ変えよう。夏の暑さに、暑さから涼んでいただく配信です。風鈴の音聞く。え、そうなんよ、これ風鈴あるんよ。気づいた？でもね、多分こんなとこにつけてもならんのよね。こんなとこにつけてもね、風もないし、私がなんなら手で持ってた方が鳴るかもしれん。そう、風鈴なんですよ。扇風機持ってきたらさ、あ、扇風機持ってこようかな。延長コードをつなぎました。どんな、え、ならないんだけど。ならないんだけど。なんで？どうして？え？あ。あ、絶対鐘の音うるさいでしょ。絶対髪が揺れてる。すごい、たまーに、あ、なんか違う、なんか思ってたんと違う。もういいや。
やっぱり窓際とかにしなきゃダメか。音が響かんね絶対風の音の方がいっぱい聞こえたよね。うるさかったよねちょっとリベンジしよう。リベンジします。うちはこんばんは、ありがとう。夜のね分もよろしくお願いします。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。みんなゲストもありがとうございます。ありがとう。イキータさんタワーありがとう。ペンギンタワーありがとうございます。頑張ります。波乗りペンギンありがとう。波に乗っていきましょう。外は暑かった。今日さ、おでこ出しデーにしようかなとか言ってたじゃん。浴衣着るつもりだったからおでこ出しもいいかなって思ってたんだけど、なんか違くてちょっと格闘したの私。前髪をちょっと全部まとめて流してみたり、二つに分けて分けてさ、おでこ出しにしてみたりしたんだけど、ちょっと大事故だったからね、もうやめた違った、ちょっと大事故が起きてたそう、でも売ったからちょっと申し訳程度に量を減らしました普段の前髪よりはほら量を減らしたからさ、ほらおでこが見えてるじゃんこれ。だからデコ出しじゃないこれもこれもある意味ほらおでこ見えてるでしょそうそうそう、だからそうシースルーにしましたそう。ということで浴衣なの。次の時間は晩ご飯食べます晩ご飯食べます。ワクワク、念願のあれを食べます。次の時間は、あ、隠れちゃってる次の時間はね19時20分からなのでよろしくお願いします。19時20分から19時40分までとなっております。よろよろです。昨日ついポストしたのとはちょっと時間変わっちゃってるのでお間違いなく19時20分早まってる。ですです。昔からおじんさんめちゃかわいい、タワーありがとうございます。ありがとう、めちゃかわいい。今日はちょっとインクがまだ下手くそかもしれん。ありがとう、頑張ろう頑張ろう。なんか浴衣着てたらちょっと暑いかもしれん私。暑いかも。
方ってね、意外と涼しいように見えて意外と暑いよね。スクショタイム、スクショタイムは需要あります？2歳さんありがとう。波乗りペンギンタワーありがとうございます。波乗りペンギンありがとう。頑張ります。頑張っていきましょう。おありがとう。なみなみ、なみなみ、寝起きなの。ありがとね。ぜひ初見さんもありがとうございます。今イベント参加中で1位を目指してるので、もしお星様を投げてくださるととても嬉しいです。カウントもしてくださるととても私が喜びます私が喜びます。私が喜びますはちょっとあれかも。私よろしくお願いします。何卒星ナゲットカウントしてくださったら、きっといいことがありますきっといいことがあります。この夏の暑さも少しマシになるかもしれません。髪型はちょっとあんま見ないで髪型はちょっとあんまり見ないで、ちょっと自分でしたので、ちょっとまあ雰囲気、まあ雰囲気を見てください。夜はね、これからあと19時、21時、22時、23時といっぱいあるので、ぜひぜひ楽しんでもらえるように私も頑張るので、一緒に走り抜けましょう。抜けましょう。昼に届いたやつ、昼にそう宅配で届いたのは次の枠でお見せするけど、ちょっと次の枠でお見せするけど、ちゃんとできるかな。次の枠で、あ、そうだ、タイムテーブル、明日のタイムテーブルありがとうございます。いっぱい案くださって全部見させていただきました。ありがとう。明日はね、今のところ考えてるのは、5時から朝に30分5枠して、
もう夜少しでもできることにかける。わからないんだよね。スケジュール通りだとちょっと危ういんですけど、巻く可能性もあるし、マネージャーさんにねめっちゃ言ったんだけど、明日はどうしてもできる時間ないですか、明日タクシーでとかではできないんですかって。でもなんかなかなか難しいみたいで、無音ミュートだったらできないんですかとかいろいろすごいもうあれかもうざかったかもしれんすごいすごい、少しでもでき少しでもどっかできませんかみたいな感じで言ったんですけど、そう多分うざかったよね、申し訳ない申し訳ありません。そういやちょっと難しそうだったので、本当にもうできるだけ早く帰れることを願うしかないです。そう、だからもしちょっとでもできそうな時とかがあったらツイッターでお知らせし X でお知らせしてします、してするかも、5分とかでも。でもね、しっかりお仕事頑張ってきます。もう急いで急いで心ここにあらずみたいな感じにならないようにしっかり全力で頑張ってくるので安心してください。そう、という感じで明日は朝が多めになるんですけど、あ、また煽られてるえ、でも縮まってるよ、縮まってるよ、ありがとうございます、ありがとう、みんなのおかげいっぱいありがとうございます。一緒に走ってくださって本当にお疲れ様です。お疲れ様だよ、ありがとう、腰投げもカウントもありがとうございます。2歳さんまたありがとうございます。ペンギン、波乗りペンギンありがとうありがとう、 SMS 認証もしてくれてありがとうね、頑張ります、ありがとう実は2歳じゃない2歳さん、ありがとうございます。波に乗っていきます。明日さあ、あーでも、うん、どうなんだろうな、難しいか、あーでも
そうだね、今もうできることを全力でやるしかないのでね、はい、弱気にならずに頑張っていく、頑張っていこう。あさってのタイムテーブルはどうしようかな。どうしようかな。ね。悩む悩む。今日と同じで行くか、また帰るか。明後日はもう大丈夫、今のところ急遽レッスンが入るとかがあるかもだけど、今のところはどの時間も大丈夫だよ。入らないかな、明後日は。明後日は入らないよね多分。大丈夫です。ね、お昼皆さんいっぱい来てくださって、15時台どうだろうって話だったけど、やばい、くしゃみが出そうくしゃみが出そう今ちょっと。3週完了、ありがとう、ありがとう、みんなありがとうございます。そうね、あ、15時台10分が欲しい。そうね、5分はもう本当に秒だったよねまさに秒だった。私ももうさ初めだと思ったら気づいたら終わっててびっくりしたな。18時、あ、もうこんな時間だ、こんな時間。10代のりさん、つなまよさん、いっこうさん、やんくわさん、とりさんさん、ひゅうがやさん、かずさん、よずきちさん、ちばたさん、りんごさん、昔からおじんさん、いぎーたさん、にさいさん、ありがとうございました。ありがとう。あ、でも25分も秒だね。かわいいくしゃみまで3、2、1。ごめんなさい、ごめんなさい、くしゃみ出ちゃったありがとうございました。じゃあ次は19時20分からです。晩ご飯食べますありがとう、じゃあまたね。19時20分、バイバイ、ありがとうございました、またね。